にちは、セーラン技術の岩田です。今日は前回に引き続き宗教改革についてお話します。よろしくお願いします。前回オスマン帝国によるそのウィーン包囲網がありましたけども、それが終わった後カール5世はルター派をまた再禁止しますよと。でそれに対しルター派は怒ります。抗議文を出します。でこの抗議という言葉からこのルター派とか信教のことをプロテスタントというようになりました。ですぐ次の年ですね、翌年シュバルカルデン同盟が結ばれます。これはこのプロテスタントが中心になったんですけども、反皇帝、反旧教、カトリックですね、の同盟です。でその後このシュバルカルデン戦争というのが起きます。これはまた後でありますけども、トリエント公会議というのがきっかけになり、この戦争が起きました。でこの戦争の結果ですけども、皇帝側とその旧教側ですね、カトリック側はこのシュマルカルデン同盟の方が内部分裂したのを利用して勝利を収めます。でその後にアウクスブルクの和議、仲直りをしますよと。でこの内容としては2点、領域を支配する者が宗教を支配と。でこのアウクスブルクの和議でそのルター派を認めるようになったんですよね。ただし各個人が自由に選んでいいというわけではありませんと。この例えば愛知県で言ったら、愛知県の知事がカトリックなら愛知県はカトリックです。で三重県の知事がプロテスタントなら三重県はプロテスタント、ルター派ですよというのがここの意味です。個人選択権はないです。であとこのプロテスタントですけども、それはルター派だけでありカルバン派は認められていません。キリスト教といったらカトリックかルター派のどっちかにしてくださいよというこの2点が決められました。ここがドイツの話です。で同時期にスイスでも宗教改革が起きています。で有名なのがこの読みにくいツブングリっていう人ですけども、チューリッヒで宗教改革を開始します。でその後にカルバンですね、彼がジュネーブで開始します。で彼が何したかというと、このまず発表したのがキリスト教公用ってやつですね。で有名なのがこの予定説です。でちょっと難しいんで、まあ、簡単に説明しますけども、そのカルバンのこの予定説によれば、その人が天国に行けるかどうかというのはもう神様が初めから決めていると。で人間が多少努力しようがしまいが、その教会がその神父さんがどんだけ努力しようがしまいが関係ないと、もう全知全能の神様が決めているんだという発想です。じゃあ人々にしてみたら、じゃあ俺天国行けるかどうか分かんないじゃんって話になるんですけども、まあ、カルバン曰く、その人々は神に与えられた天職、仕事ですね、それに励めばその自分が天国に行くことが確信できますよというようなことを言っています。ちょっとよくわかんないですけども。でここで大切なのは、このキリスト教カトリックというのは、そのお金を貯めることとか、そのお金の貸し借りの利子とか、そういうのを認めてなかったんですよね。だからお金を貯めることを認めてないということは、やっぱり商人とか工人ですね、物を作る人ですね、商工業者っていうのは不利なわけです。だって彼らお金儲けするのが仕事なんで。でそれに対してカルバンは、いやいやそんなことないよと、神様に与えられた仕事、転職を全うすることによって、その結果お金が貯まるんなら全然悪くないよということを言うわけです。だから今までお金を貯めることが悪いというような教えだったカトリックに対して、いやいやいいよいいよってことを言ってくれたこのカルバンの教えに対して、商工業者っていうのはすごい勇気づけられるというか、そういう理由でこのすごい支持を得ます。これが予定説です。でさらにこの長老主義っていうのを取るんですけども、この司祭を置かず完全な上下関係じゃないですよと。で牧師さんとその教徒さんですね、プロテスタントのこの教徒さんの代表で教会を運営していきましょうよという長老主義っていうのを考え出します。でこの考え、このカルバンの考えが広まり、まあ、各国でカルバン派というのが生まれるんですけども、イギリスではカルバン派のことをピューリタンと言い、フランスではユグノーと言うし、スコットランドではプレスビテリアンと言うし、オランダではボイセンと言いますよという流れです。今日はここまでにしておきます。どうもありがとうございました。